こんにちは。今日はオセロニアをやっていきます。僕今までなんかちょっと変なデッキばっか作ってたんですけど、なんかそれね、楽しいデッキが好きなんですよ、僕。でも今回はね、ちょっと本気で編成したデッキが一つあるので、はい、こちらのデッキです。このデッキがね、遊びなしで強さを求めたデッキがこれだと僕は思います。なんかね、ちょっとリューパっぽい感じのイメージでデッキは編成してます。僕の場合ね。このアズリエルとかね、特殊ダメージ。コンボスキルを欲しくてこれ入れてます。これもほら、ダメージ上乗せの特殊ダメージだったり、コンボスキルもダメージがアップします。これはね、もう、罠来た時用です。で、倍率も高いですし、いいと思います。もうこれはもうほんとフィニッシャーみたいな感じで、4枚以上返しってまあ、後半になれば結構いけるチャンスも来ると思うので、まだね、ちょっとレムカはね、怖くて、スキルもコンボもレベルは上げてません。10日も来てるので、どっちにしようかまだわかんないので、1のまんまであります。でね、このコマ、B ゴマ、これ良くないですか？単発ドリームで出たんですけど、相手がめっちゃドッグとか重ねてくるとき、一ターンだけですけど、それが回復に変わるじゃないですか。B ゴマでそれっていいですよね。それにさ、2枚ちょうど返せれば、通常攻撃も 1.4 倍になる。これね、なかなかこういったコマ、竜ゴマ以外でいないので、それがね、B ゴマで使えるのはすごい嬉しいと思います。効用性のある B ゴマだね。はい。今回はこれでいってみたいと思います。ちょっとね、自分弱いよね。体力が2万2000しかない。あららら。ちょっとね、今イベントめっちゃ来てますよね。これ全部欲しい。ちょ待って。ほら、すごいもらえるんですよ。あ、全部あと2日じゃん。やばいな。で、このタイミングでさ、マジカルグリーン杯も来てるし、やらないといけないこと多すぎて、2日じゃ間に合わない、これ。まあ、いいや。星のかけらを集めに行きたいと思います。さあ、行きましょう。これが僕の本気のデッキです。さあ、先行です。これはもうね、ウンディーネ捨てます。そうですね。好きなコマばっか入れてるので、どれも捨てたくないコマばっか出てくると思うんですよね。でもその中でもどれを残してっていうことを考えておかないと。やばいぞ。起きにくいな、これ。ああ、よかった。ブレスの装置、結構いいタイミングですね。でも、早いけど次に、レイファーを使っちゃおうかな。ちょっと早いけど。これは、カウンター高っ。220% をカウンターすんの。いやー、S ゴマ溜まってきた。S ゴマ溜まってきたよ。さあさあさあ。じゃあどうしようかな。もったいないですけど、置きくるみ。置きます。このエクローシア強いね。S ゴマなのこれは。さあさあさあ。どうしようかな。来ますか。コンボ決めるのも。ちょっとね、コンボ決めちゃいます。せっかくの置きくるみ、次に返されると思うので、やっちゃいます。いけ！ドン、ドン、強い。これやばい。これやばいよ。やられた。マジか。やられました。ちょっと勝ちたいですね。ラスト一戦いきます。いきますよ。さあ。さあ、また両号ですね。お、回復か。このコマって S ゴマなのかな？強いですよね。はい。またウンディーネしてます。もったいないかな。でもね、置きくるみも、アルンも攻撃枠なので。おお、こんな置き方、どうすればいいんだろう。とりあえずアズリエル置きますね。はい。こういう置き方で合ってんのかわかんないけど。あれ、よろしくお願いします、言った。さあ、ブレスのソーディアンだな、ここは。て、あれ、やばい、なんかこれ。返されちゃうのか。どうせ返されるなら、まあでも、置きくるみも両方使えないからいいや。なるべく、ここ置きます。すぐ返されないように。あと回復マスも取れるので。いや、ブレスのソーディアンには期待しません。おー。まあ、カード取られてもいいんですよ。まだコンボは発動できない。どうしよう。変な置き方します。相手にダメージマスを踏ませたい。それだけの理由です。神置かなくてよかったかな。もっといい置き方があった。
あらららら。いやー、50倍かなんない。さあ、どうしよう。とりあえず、じゃあ、キクレミ置きますか。アルンの方がいいかな、コンボ的に。アルン置いとこう。アルン置きます。キクレミはまた他のやつとコンボさせたいですね。うわー、もう相手 50% 切ってんのか。あ、これで僕も 50% 切りましたね。うわー、あれ来て欲しかったよ、あれ。なんだっけ、リーン&ゲイル。そうすればハーピストのあれもいけたんですよね。まあ、もったいないけど、ここはおキクレミかな。レイファ?レイファでいっか。レイファ置きます。あー、リーン&ゲイル来てない。リーン&ゲイル早く来て。あー、どうしよう。とりあえずじゃあもうしょうがない。しょうがない。置いちゃいます。あー、リーン&ゲイル、ここにね置けばね、めっちゃダメージ与えれたんだけど、ね。あー、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。さあ、リーン&ゲイル来て。あ、これいけるいける。いけますよ、これ。あ、もうこれ勝った勝った勝った。いきます。ここでレムカです。またレムカで、フィニッシュだ。またってさっきは取ってないか。はい、いけます。ドン!これ勝ったんじゃないかな?いけ!おー、いけたいけたいけた。はい、勝てた。対戦ありがとう。よかった。はい、こちらが僕の最強デッキでした。そこまで強くない。なんだろう、条件が多い駒たちが多いのかな?そのせいでね、発動なかなかできなかったりするので、もうちょっと条件軽く組んだ方が、使いやすいかもしんないですね。まあ、でもまあ自分の持ってるコマの中ではかなりこれが本気でいいコマたちを組んだのがこんな感じになってます。はい。ということで今回は僕の中の最強デッキの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。